はい、キャンプ場、こんな感じですね。今日は何組ぐらいやろ。10組ぐらいおると思います。はい、設営完了しました。今日のテントは、小川ピコラ。珍しいですね。小川のソロテント、買いました。中はこんな感じですね。今日はもう地べたスタイルで、散らかってますけど、まあ、こんな感じですね。で、今から時間の方が3時半なんで、買い出し行って、あ、いや、先温泉入って買い出しやります。あー、雨が降り出しましたね。参ったな。で、一応今日は焼肉ですね。トムラのタレ、ユニフレームの TG ミニを持ってきました。あー、雨降るちょ前やったな。入ったね。やられましたね。すっかりやられた。まずは馬肉の燻製ですね。馬刺し燻製、これ道の駅で買ったやつ、これ食べます。いただきます。うん、うまい。おいしい。雨が降ってなければよかったんですけどね。わけ味、いただきます。うー、うまい。さあ、これでもバイク乗れんぞ。で、今日の焼き物は若鶏の桃、一口大のやつですね。と、豚肩ロース焼肉用。と、アメリカ産ロースステーキですね。安い。あと、これですね。厚焼き卵。これ、いつも、こっち方面に、行くときにお世話になっとる西牟田っていうスーパーで買いました。で、まあ、あとカラムーチョ、あと明日の朝、一応まあパンですね。パン買ってきました。ただ、なんやろ、雨が降りようけですね。がっくりですね。タープ持ってくればよかったですね。タープがあったら、タープの下でできるんですけど、もう雨が来るんで、ちょっと厳しいですね。本当は外でやる予定やったんですけど、どうしよう。時間の方は19時30分。雨が一向に止まないんで、もうやります。で、今炭を起こしてます。で、こっち外の網カステットで
ご飯を炊いてます。はぁ、たまらんですね。雨の焼肉っちゅうタイトルかこれ。はい、では焼肉開始します。牛脂お腹いっぱいになる前にでんいかでん、見えますかね、牛ですね、ステーキ10言わんな、大丈夫かこれ。やばいか、豚肉よいしょ、3つぐらい、あ、元気ねえな。まあまあ弱火でじっくりいきますか。野菜ちゃんと取ってますよ。トムラのタレですね。いただきます。めちゃめちゃうまい。これでしょ、これ。これ。めったに親指あげないですけどね。うん、うまい。切ろうか。炎上する、ツイッター炎上する。ああ、つぶやきが炎上する。ああ、いい炎上炎上、やばいやばい、ああ、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、あーやばい、よし、いただきます。ステーキ298円のステーキ、いただきます。うん、うまっ、うまっ、まあまあまあ、ご飯がいる。うん。うん。うまっ。うん。うん、うまっ、うん、やっぱ焼肉はね、
ご飯ですね。厚焼き卵、ちょっと焼いてみます。もうこのままでも食べれるんですけどね、まあせっかくなんで焼いてみましょう。よし、じゃあじゃあ行くやろ。でん、じゅー、それと鶏ももを焼いて親子焼き。親子焼きにします。はい、親子焼き完成ですね。まだ焼けてないけど、まあ表面だけ温めた感じで。いただきます。うん、うまい。おー、うまいわ。うん、だいぶうまい。鶏肉、いただきます。うん、うまっ。ご飯が進むわ。チョコウエサワー、いただきます。うん、うまい。うまいね。焼肉は家でできませんからね。はい、完食しました。ご飯も食べ終わりまして、あとはまったりのんびりタイムですね。ぼちぼち片付けて寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。朝ですね。昨日も雨降ってからびちゃびちゃになってますんで、朝ごはんを食べて、撤収作業入ります。はい、撤収完了しました。ゴミ忘れ物ないですね。から34号線佐賀方面に上がります。何の話よ。あー、ですね、やばいかもしれないですね。帰ります。どうもご視聴ありがとうございました。